時は幸福でしょう。綾瀬はるかです。今日の主役はもやし。安くってビタミン豊富で、それでダイエットにいいのよね。で、このもやしって豆からできてるの知ってた？豆あ、いけない、マリリンに変わってる。ちょっと待って、マリリンです。すいません、綾瀬はるかさんが急に来ちゃって、最初やりたいっていうもんだから変わりました。もやしは英語で言うとビーンスプラウト、豆が発芽した野菜なんですね。発芽した新芽ということで、発芽するっていうのを燃やす、酒冠に明るい、燃やすのもにやすってひらがな書いて、発芽する芽吹くことを燃やすっていうんですけれど、それの形容動詞がもやし、それでもやしっていうふうに言うんですね。注意しなくちゃいけないのは、ビタミン酢酸だとか含まれているんですけれど、水溶性なんで水に浸しすぎると栄養逃げちゃうんで、さささっと水で洗ってシャキシャキって切って、それで調理するようにしてください。で、今日の材料はまずもやし、それとパセリと玄米フレークで、味付けはコンソメ、塩コショウ、日本酒も使います。それでは早速調理に入ってまいりましょう。はい、まず味付けの準備から始めます。ボウルにコンソメを1個入れます。お水を大さじ3杯入れます。それでレンジでチンしていきます。600ワットで30秒チンしてきました。これを溶かしちゃいます。次はもやしです。水切りして水分が切られた状態になってますね。これをボウルに入れて、油をですね大さじ2分の1入れます。それで炒める前に油を混ぜちゃいます。なぜかっていうと、油でコーティングして水分を外に逃がさないようにするためです。で、先ほどのコンソメにお酒をですね大さじ1杯ぐらいかな、塩少々、胡椒も少し入れときまして、混ぜるとちょっと味見。次にもやしを炒めます。中火で少しフライパンを温めます。そこに先ほど油でコーティングしたもやしを入れます。はい、じゃあひっくり返します。はい、そしたら調味料ですね、回し入れます。液体が少し多くなってきますよね。ちょっと味見しますね。うん、OK。はい、もやし炒め終わり。次に調味料入れてたボウルにもやしを戻します。そしたら玄米フレークを 30g 入れます。これもやしは 1パックね。そうすると、この玄米フレークが水分をですね、吸ってくれていい感じになります。それで最後にパセリをですね、ちょきちょき。入れます。それでもう一度こう混ぜて、はい、これでお皿に盛りましょう。フレークはコーンフレークでもいいんですけれど、甘いのを使わないでくださいね。チョコレートフレークとかね。はい、もやし炒めのコンソメ味、玄米フレーク、パセリ、トッピング、出来上がりです。今日ですね、お酒、天領ですね、新米大吟醸、氷雪貯蔵酒ですね。これが残ってましたんで、料理にも使ったんですけれど、これで一杯やりながら食べたいと思います。うん、変わらず美味しい。注意する点としては、油、ごま油使うと、中華になっちゃいますんでね。コンソメ入ってますので、オリーブオイルとかサラダ油とか使ってください。私はひまわり油が好きで使ってます。うん、おいしい。この玄米フレークはちょっと水分吸ってくれて、ちょっとくにゃっとなってるんですけれど、それがまたいい味ですね。うん、玄米が
香ばしいんですよね、この玄米フレーク。ちなみに私が使った玄米フレークはこれ、ケロッグの玄米フレーク。まあ玄米体にいいですからね、回し物じゃないですけれど、まあいいと思います。あんなこんなで明日は令和元年ですね。皆さん、まあお正月がまた来たような感じですけれど、ますますのご発展をお祈りしております。それではバイバイ。